は15回目、アンちゃんムービーとしては2回目の登場です。ということで、今までのレクチャーも見れる YouTube チャンネルのアドレスはこちらになります。フォローよろしくお願いします。さて、今回のアンちゃん動画はミニ5ドアアイスブルーブラックエディションの解説です。今回も限定モデルの解説になりますが、普通のミニ5ドアと何が違うのでしょうか。実車を見るとその理由がすぐに分かっちゃいます。では早速実車を見てみましょう。ご覧ください、このボディカラー。その名の通りアイスブルーのボディカラーにブラックルーフ、見事にそのままのスタイルですね。アイスブルーはクラシックミニも含め歴代のミニにタイミングタイミングで採用されてきましたが、その度にすぐに完売、未だに中古車市場でも探されているお客様がたくさんいらっしゃるというレアで大人気のボディカラーです。もちろん現行のミニもこのモデルだけの限定カラーになります。可愛らしさと伝統のクラシックさを兼ね備えた本当にミニらしいカラーですね。ベース車両は5ドアのクーパー S です。フロントにはボンネットストライプ、さらにサイドにはアイスブルーブラックエディション限定のスカットルとブラックホイールが装着されています。まさに可愛いだけじゃないミニ本来のボーイズレーサー感あふれるスタイルですね。さて内装も見てみましょう。まず目を引くのはこちら、なんとミニ5ドア初にして唯一の6速マニュアルトランスミッションなんです。2リッターターボエンジンの性能をフルに引き出すマニュアルのスポーツドライビングを体感したい方は5ドアではこのモデルだけですよ。マニュアルを華麗に乗りこなすドライバー、憧れちゃいますね。さらにこちらのインパネ、これもミニ初の 3D プリント技術を使ったオリジナルデザインインテリアサーフェスです。まさに限定車ならでは、限定車モデルに乗っているということを常に感じさせられますね。ということでいかがでしたでしょうか。もちろん大きな LED ヘッドライトやユニオンジャックのテールランプなど、従来のミニらしい可愛さも魅力的なこの限定車、欲しくなった皆様ぜひミニ西東京へ遊びに来てください。当社では他にもジョン・クーパーワークスの試乗車やたくさんのボディカラーをご覧になれる展示車をご用意しております。私がご説明いたしますので、ぜひミニビレッジ東京、ミニ西東京へ遊びに来てください。お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミニ西東京、安藤でした。